キングスブリッジロード駅は、ブロンクス区、フォーダムとキングスブリッジハイツの境界にあたる、グランドコンコースとキングスブリッジロードの交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IND コンコース線の駅である。B 系統が、ラッシュ時のみ、D 系統が、終日停車する。ADA 多様の仮想改札外東196丁目に、ある駅への階段駅は観光線2本と急行線1本。 島式ホームを持った二面三線の地下駅である。ホーム壁面のタイルのラインの色はマリンブルーとなっている。また、キングスブリッジロードへ接続する改札口へと向かう、ホーム北端の階段付近には白い壁が立っているが、これらがなぜ設置されたかは明らかとなっていない。この駅はキングスブリッジロードへと接続する改札街を、 使用するルートに限り ADA に準拠しており各ホームからエレベーターで改札外へ降り、その後またエレベーターを利用し、グランドコンコースとキングスブリッジロードの交差点北東へ出ることができる。エレベーターは2014年12月に運転が開始された。なお、196丁目側の出入り口は引き続き ADA 非準拠である。駅には、 ホームの上及びホームの下の2箇所に改札街があり、それぞれに改札口もある。駅北端には一部時間帯のみ開いている無人改札口があり、こちらは196丁目へと出ることができる。なお、こちらの改札口はホームの上の改札街にあり、各ホームからそれぞれ階段が一つずつ接続している。終日開いており、駅員室や切符売り場のある改札口は反対の、 南端にあり、キングスブリッジロードへ出ることができるほか、地下通路へと向かうことも可能である。こちらの改札口は、ホーム下の改札外にあり、各ホームから階段が3つ接続している。ありがとうございます。